皆さんこんにちスワイプ松岡芳嗣です。皆さんこんにちスワイプ日高里奈です。はい、ガンガン GA の最新情報をお届けするガンガン GA チャンネル、今月はこのコンビでお送りします。あれ松岡さん早くない、どっか行くの？ほんとすぐだけど、え、あのですね、丸つけてたんですけど、なぜか一気にフリートークのところに目が行っていきなり日高さんお帰りなさいっておかしくないってそのままだったんだ。よかった、見つけてくれてよかった、このコンビでお届けします。よろしくお願いします。もうそしてただいまですよ、本当にお帰りなさい大丈夫？え、いつもこんな感じですからね。ちなみに前回来た時も私松岡くんと、あとゆうまくんのパーソナリティの時にゲストでお邪魔しまして、でも今回はダンマチスペシャルなんですもんね。あ、そうですね。そうですよ。どんどんね、なのでどん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 、ね、伝えていきましょう。でもすごいですね、日高さんも2017年12月以来って。そう、レギュラー的にはね、そう、あのちゃんゆいとね、小倉ゆいちゃんとやってた時から考えるとそうなんですけど、でも実は、ここのスタジオ3日ぐらい前に来てるんですよ、私なんと全然久しぶりなんかじゃなくて、あ、それこそですね、あの小倉ゆいちゃんと、あのチャンラジという番組を、そうなんです、あの始めさせていただきまして、告知させていただきますね。はい、あの最終週、最終週が毎月1回更新なんですけど、金曜日21時から配信、まあ、放送されておりますので、ぜひ聞いてね。はい、よろしくお願いしますはい、それではですね、そろそろ、え、なんでこんなちょっと距離ない、距離さ、私たちの心の距離すごくない？いや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 、そんな距離ないですよ本当に、太陽と地球ぐらいの距離ですよ。ずっともうその距離さ縮まらないじゃん、まあでもそこはずっと回ってますから大丈夫ですその理論わかんないもんもうちょっとじゃあもう行こっかいやもう、ねえ、もうサクサク行きましょう。わかりました、わかりました、はい、ではそろそろオープニングページをめくりましょう。せーの、スワイプスワイプ。松岡と日高のガンガン GA チャンネル、ダンマチスペシャル、お送りしています。松岡と日高のガンガン GA チャンネル、改めましてこんにちスワイプちょっと待って、ちょっと待って、ごめんなさい、3ページでいいんだよ。松岡と日高のガンガン GA チャンネル、改めましてこんにちスワイプ松岡芳嗣です。あ、松岡芳嗣ですあ、そうか、ここは抜けてたのかなんで先に行かないんだろうって思ってちょっと待って、ちょっと待って、あ、どうぞ何だったんだよどうぞ、どうぞ、どうぞこんにちスワイプ日高里奈です。あ、すみません、なんか、ちょっと自己紹介のところを忘れてた、ずっと戻らないのよあなた、だから先に進まなかったそうなの、それではですね、番組をご覧の皆さんからたくさんメッセージをいただいておりますので、はい、ご紹介していきたいと思います。はい、まず1つ目松岡くんからですよ。はい、こちらですね、プグスケさんからいただきました。ありがとうございます。松岡さん、日高さん、こんにちスワイプ。スワイプ。日高さんは2年前に竜王のお仕事特集で出演されて以来、久々のガンガン GA チャンネルなんですが、はい、ゲストで来られた時や小倉優衣さんと番組を担当されていた時のことは覚えておりますでしょうか、よかったら素敵な思い出話を聞かせてください。おお、ありがとうございます。いやでも毎回すっごい楽しかった記憶しかなくて。そうですかはい、すっごい楽しかったんですよ。でもやっぱ一番印象的なのは、あの富士急にロケ行ったのがやっぱり良かったですねちょっともっと広げてよ。あ、でも富士急って絶叫系多いじゃないですか、あ、大丈夫なんですか絶叫系。そう、大好きで、あの小倉優衣ちゃんも大好きだから。へえ、なんか意外な感じが。そうそうそう、でそのしかもその頂上で落ちる瞬間に竜王のお仕事のテレビアニメ化決定の発表をするっていういやもうすごいでしょちなみに松岡くんは得意ですか？僕は大好きです。おお。富士急とかも行ったことは？富士急も、あ、
るんだ。仲間内で行きましたね。あ、へえ。ただ僕一番戦慄迷宮行きたかったんですよ。でもあのお化け屋敷は入ったら1時間ぐらいかかるらしいから ね、 結構な長さあるらしいから、だからもう向かってきたら本気で叫び返してやろうと思って。いやもう本気で来られたら向こうがビビるからね。もうね、向こうが逃げるよね。